린, 야메로! 린! 린! 야, 変な 夢を 見ただけだ. 바카. そうだ! ソフィアの 家に 行くって 約束だろ? 行こうぜ! 気をつけろって言ってた奴らに違いない。リン、急いでソフィアのところに行こう。うん？ ここはジンとリンの過去だよ。まだ何も知らないおバカなジンが自分の運命にきちんと向き合えるようにお手伝いすること。そう、さすがレン。でもティアたちは過去の世界に関われないの。うん、だからジンが戦っていけるように必要な知識を無意識の中に刻み込むのね。よーし、 ジンとリンが危険そうだし、まずは戦い方を教えちゃおう。移動中に敵が現れたら勝手に戦闘が始まるよ。やっ！やっ！やっ！ん？ スキルを使うともっと簡単に敵を倒せるんだよ。スキルにはアクティブ1、アクティブ2、アルティメットスキルの3種類があるの。アクティブ1ってスキルを使ってみて、ここを押すんだよ。 スキルを使うともっと簡単に敵を倒せるんだよ。最後の一撃だ。 面白い。非常に面白いぜ。無様にあがいてみろ。うるせえ。こしゃく。少しは楽しめると思ったが、もうお手上げのようだな。おふざけはおしまいだ。 ついに見つけたぜ。すぐ撃つぞ。レン！やろう。黙れ。 そこまでだ。本当？社員、用心した。奴は手強い。承知しました、団長。
ほう、偉大なるバイル様のお出ましってわけか。少女を渡せ。奪えるもんなら奪ってみな。なたな、バイル。これは。ドラゴンのブレス攻撃を避けてから考えよっか。バーチャルパッドで左に移動して攻撃を避けてみよう。危険ですね。おりゃおりゃ、マジで行くぞ。はっ、うりゃ、力を合わせる。それぞれのアルティメットスキルを連続で使うとチェーンスキルが発動するんだよ。ちょうどみんなアルティメットスキルが使える状態になったみたい。チェーンスキルを発動させてドラゴンを攻撃しよう。我々は勝つだろう。集中砲火、よーい。ターゲット追跡、サーチ完了。本気で行くぞ。どこかで出会う物語。